みんなの力で行くことができた。決して僕たちの力だけではありません。アンチがたくさんいます。助けてください。加藤。ああ、確かに本当や。アンチさんの皆さん、たくさんアンチ、今アンチがたくさんいますね。はい、アンチの皆さん、こんにちは。ありがとう。皆様、あのですね、皆様、アンチの皆さん、僕たちを見てくれてありがとうございます。貴重な、こんな眠たい夜の時間に、僕たちのことを見てくれてありがとうございます。よかったらですね、もっとアンチしたいなって思う方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押してください。はい、そしたらですね、YouTube の最初の方に結構僕たちが出てくるようになるんで、はい、そしたらもっと叩きやすいです。よろしくお願いします。もう好きなだけ叩いてください。だからチャンネル登録だけはしてください。なんなら通知もオンにした方がアンチしやすいと思います。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録だけはお願いします。アンチの皆様、そして気づいたら、そんだけたくさん登録して見とったらね、気づいたら俺たちのこと好きになってると思う、はい、きっと。そして、ファンだけは叩かないであげてください。僕らのことを叩くのは自由なんで、いずれね、銀太の夢である、あのアンチ限定ライブもやりたいと思ってますので、はい、あのペンライトの方をですね、あの売って、そちらのペンライト、嫌いなメンバーのメンバーカラーにしていただいたら、すごく分かりやすいので、ライブの方にも遊びに来ていただけると助かります、はい、お願いします。そしてファンの方たちはアンチさんのコメント、アンチ様に対してコメントはしなくて大丈夫です。はい、お願いします。よろしくお願いします。おもんな、申し訳ないわ。それは俺が悪いわ。俺らは面白いと思ってやってしまっとったわ。ごめん、それはちょっとごめん、それは確かに俺らちょっと面白いと思ってやっとった、うん、もうそれは申し訳ないです。ごめんなさい。それはしっかりあのね、受け入れて、そういうのはやっぱだけど受け入れなきゃいかんと思うね、はい、それはアンチではなく意見ですので、意見ですので、それはアンチじゃない、はい、僕らも受け止めて、そういう意見はしっかり受け止めて取り入れていこうと思います、はい、申し訳ない。そういうコメントとか全然ありがたいんで、そうやって、はい、そういうコメントを見ながら僕らはどんどん成長していければいいよね、はい、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ嬉しいわ、はい、成長していきたいと思います。はい、頭下げてるから登録するわ。じゃあもっと下げるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ下げます。もうほらほら消えてったも頭ほら僕らもほら下げすぎて、もうほら消えてった、消えてった。ぜひぜひお願いしますね。はい、結構ガチで今スカッとしてる。どういうこと？息子も親も登録者、うわ嬉しい。社長起きた？社長はまだ寝とる。篠田真理子、いやコメント来たっす、今起きた。チャットで社長から多分今起きたって。そうなん、ちょっと気持ち悪い。じゃあスパチャして社長、わかちょっとわからん。アンチはブロックしなくて大丈夫です。だってアンチをブロックすることによって、だってチャンネル登録をされできんくなるやろ俺らのこと、うん、そしたらダメ、もう一人でも二人でもアンチを回収する、うん、そうそう、だけど絶対チャンネル絶対ブロックしちゃダメ。アンチ一人でも二人でも回収する。俺らは入り口は嫌いでも、もう好きにさせるけん、そう大丈夫、任せとって。今アンチ見とるやつ、もう本当にこいつらムカつくって思ったかもしれんけど、一回チャンネル登録をして、絶対お前らのことを、絶対俺らのことを好きにさせるけん、本当に任せろって、信じて一回だけ任せろ。お仕事の素晴らしさを教えてやる。教えちゃう、うん、俺ら押させちゃう、うん、任して。